日本一司法試験のことを考えているのが伊藤塾だと私は考えています。部活をやりながら、司法試験に合格するっていう、夢物語みたいなものを、現実にしてくれた場所です。試験だけではなくて将来にも生かせるような場所だったんじゃないかなというふうに思っております。先生にたくさん励ましていただいたり、人生で得るものが本当に大きいと思いますので、ぜひ目指してほしいと思います。やればできる、必ずできる。やればできる、必ずできる。そして本物になる。大学ラボの内井です。今回も弁護士、検察官、裁判官になるシリーズということで、司法試験に合格された方にですね、お越しいただいています。今回はですね、弁護士になるためにはですね、法学部に行かなきゃいけないのかと、よくその学部でこう、決まっちゃうんじゃないかみたいな、そういった話がありますので、実際にお伺いしようかなと思っております。今回はですね、新池谷さんにお越しいただいております。お願いします。お願いします。ちょっと簡単に自己紹介の方、お願いします。はい、新池谷と申します。大阪大学文学部4回生です。法学部ではありません。よろしくお願いします。お願いします。そう、文学部なんですね。はい、そうです。それに文学部ではどんな感じの勉強をしてるんですか？そうですね、僕は日本文学が専門だったので、卒業論文は小川陽子さんって方の妊娠カレンダーについて書きました。あとは村上春樹とか大江健三郎とか安倍公房とかで研究発表したこともあります。おー、はい、じゃあ本当に法学とはあまり関係ないところですよね。そうですね、全く関係ない勉強をいっぱいしてました。あ、はい、なるほど。それでも司法試験は受かるぞと、弁護士は目指せるぞということで、はい、ちょっとお伺いをしようかなと思っております。はい、新池谷さんは文学部ということなんですけれども、司法試験を受験されようと思ったきっかけとか理由とかってありますか？はい、僕は大学入った時はもともとは国語の先生になろうと思って文学部に入りました。ただ僕がちょうど大学入学した時に緊急事態宣言が出て、全く大学の授業がない状態になってしまって、自分が勉強したかった内容が全く大学では受けれなくなってしまったので、そういう中で同じ言葉を使った仕事っていう共通点がある法律家っていう仕事を知ってから司法試験を目指すようになりました。おお、なるほどなるほど。じゃあそこでそういった違う進路があるんだなっていうのに気づいて、そうですね、目指されたと。はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。文学部っていうところだとなかなか法律の勉強っていうのは難しいのかなとは思うんですけれども、どういうふうにこう勉強はされてましたか？そうですね、伊藤塾に通ってて2年間で合格しようっていうコースに通ってたんですけれども、そこでウェブの講義があるんですけれども、そのウェブの講義を自分のペースでどんどん聞いていって、節目節目にある試験に合格していくっていうスタイルで勉強していました。受験指導校の移動塾ですね。はい、なるほど。カリキュラムがあってそれに沿ってこう勉強されてたという感じなんですかね。そうですね、1年半で合格したんですけれども、最初の半年については始めたのが遅かったのでカリキュラムに遅れてたので、そこはカリキュラムでだいぶ早く自分で進めていって、半年経ってからはカリキュラム通りに進めていった感じです。なるほどなるほど。はい、となると結構こう自分のペースで進められるっていうところがあるのと、あと具体的な勉強内容っていうところをちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、何を勉強しなきゃいけない、独学とかだとこうなんかいろんな情報が溢れすぎてて、なんかなかなか大変かなとは思うんですけれども、そういったのも何をやらなきゃいけないかっていうのも全然決まってるような感じなんですかね。そうですね、過不足がないテキストってよく言われますけど、本当にその通りだと思います。じゃあ結構効率的に勉強が進められるそうですね。そうですね、よく言われるのはテキストは浅いことしか書いてないんじゃないかとかよく言われるけど、伊藤塾のテキストでもだいぶ厚いので、それを本物の基本書とかでやるともうすっごいことになるのは本屋に行ったら分かると思います。そうですね、学部関係なくその効率的に受かるためにはその伊藤塾さんに通うのが結構良さそうですね。そうですね、テキストに頼った方が早く合格する点では有利だと思います。逆に文学部であるからこそこうメリットかなとか、そういったものってあったりしましたか？そうですね、まず文学部であることのメリットとしては、いろんな知識を得られたっていうことがあると思います。僕は文学部なので文学部の中では例えば倫理学とかもあるんですけど、それってジェンダー問題とか扱ったりするんですけど、今法律の問題で例えば同性婚訴訟とかが出てきてますが、そういうのをこう社会的な側面から法律の側面じゃなくてこうもっと個人に寄り添った側面から研究していくっていうのは文学部の専門領域なので、そういうのをちょっとでも触れられたっていうのはその多面的に物事を見る上でこれから役に立つんではないかなと思ってます。文学部だったから不利だったかっていうと、確かに大学の授業が全く関係ないことなので、それを時間の無駄といえば時間の無駄なのかもしれないんですけれども、先ほども言った通り見ようによってはその大学の授業によって自分のものの見方っていうのが多面的になるので、学部が違うからといってフリーということはないんではないかなと思います。なるほどなるほど。新池谷さんは法科大学院に行くんじゃなくて予備試験っていうのを合格されて、でその後司法試験
試験を受かったというようなそういったコースだとは思うんですけれども、予備試験ってどんな感じの試験になってるか教えていただけますか。はい、まず前提として司法試験っていうのは受験資格が必要で、その受験資格っていうのは法科大学院を卒業しているか予備試験に合格しているかの2択になってます、うん、でこのうちの予備試験っていうのは、まあ、メリットから言うと何歳でも受けれて、要は試験に受かりさえすればいいっていう試験です。ですから、まあ、経済的負担が少なくって、かつ予備試験自体がかなり難しいので、予備試験に合格してしまえば司法試験にはほとんど合格できるっていう内容になってます、うん、具体的にどんな感じの内容の試験があるんですか。はい、内容としてはもう司法試験のほとんど変わらないと思います。ちょっと問題文が予備試験の方が短かったりするんですけど、うん、難易度の点でもまあ若干予備試験の方が簡単って言われたりしたりもしますが、まあ、僕としてはどっちも難しかったし同じような感じだと思います。あ、司法試験と試験の中身としてはなんかこうあれですね、よく聞くのが担当式のやつとか、うん、あとは論述文ですかね、うんうん、はい、そうですね。予備試験っていうのは3段階になっていて、うん、まず1段階目に担当試験、まあ、要はマークシートの試験があって、これに合格できたら次に論文試験があって、最後に論文にも合格できたら最後面接があるんですけど、最初の選択式の担当試験っていうのは司法試験にもあるんですけど、予備試験の方が科目が多いですね。でも本当にそっちを受かってしまえば司法試験の方も受かるだろう、そうですね、そんな感じの難易度なんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあその司法試験に合格するっていうのが最終目標だとは思うんですけれども、それよりも前にその予備試験に合格するっていうところを大前提にまず勉強されてたって感じですか。そうですね、はい、先ほどおっしゃっていたの、まあ、予備試験とは別のルートの法科大学院ルートについてちょっとお伺いしたいかなと思うんですけども、はい、こちらの法学部じゃないといけないのかなと思ってちゃうんですけど、どうですかね。そんなことは全然なくて、うん、むしろ法科大学院ができた趣旨っていうのは法学部じゃない人にも法律家になってほしいっていう趣旨からできたものなので、うん、法学部じゃないといけないってことは全くないです。なるほど、なるほど、はい、法学部以外の方もですね、まあ、放送を目指してたらぜひチャレンジできるよとみたいな、はい、そんな感じだと思います、ね、はい、なるほど。というわけで今回は新池谷さんにお越しいただきまして、法学部じゃなくても放送を目指せるぞというようなところをですねお伺いさせていただきました、はい、せっかくなので新池谷さんの方からですね、まあ、法律の勉強と、まあ、他にも勉強したいことがあってですね、まあ、こう悩んでる法律以外の学部にも行きたいなというような学生 でしかもあの司法試験を目指しているような、まあ、そういった高校生についてですねちょっと一言いただければなと思います、はい、まず法学部に行きたい、法律家になりたいと思っているのであれば法学部に行けばいいと思います。 あえて違う学部を選ぶ必要はないと思います。ただ法律の学問以外にも他にも興味があって悩んでいるけれども法律家になりたいがために他の学問を諦めて法学部に行くっていうのであれば、それは迷わず違う学部に行けばいいと思います。違う学部に行っても僕のようにちゃんとそれなりに大学生活も楽しみながら合格できるので、自分の知的好奇心の赴くままに頑張ってほしいなと思います。なるほど、先ほどおっしゃっていただいていましたが、あの1年半で合格してますもんね、はい、ってことを考えれば新池谷さんにしっかりと頑張れば1年半で合格できますし、かつその他のバックグラウンドというか他の勉強もしているというところですごいこう今後にも役に立つんじゃないかなと思いますので、ぜひ法学部以外でも司法試験の方をですね目指したいという方はですね勉強していただくといいんじゃないかなと思いますね。というわけでこの動画が役に立ったなと思ったらぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。